どうですかこの D50 サウンド、ね、これね D50 って実はね1983年4年、DX7 が出た頃の、ローランドの D50 っていうことで、これも一世を風靡したシンセサイザーなんだけども、なんといっても画期的だったのがまずエフェクターが入った最初のシンセであること、ね、気持ちよくこうリバーブ、コーラスとねディレイがかかってるの分かりますね。まずこれにね度肝を抜きました、ほとんどの人が。うわ気持ちいい弾いててっていうねところ。あとは構造的に言うと、例えばこういったエレピで分かるんだけど、例えばねこのカキンカキンいうアタックの音とこのボディの音、これをミックス出して、で、ね、ここにもストラクチャーって書いてありますけど、ストラクチャーってのは構造って意味なんだけど、 PCM サウンドジェネレーター、今ねサンプリング大前世ですけども PCM、 それとシンセサイザーサウンドジェネレーター、この2つを組み合わせて音を作る。このね PCM、短い波形なんだけどもね、これが絶大な効果を発揮していて、という音源方式の D50 でエフェクターが入ってということで、音がまず素晴らしいですね。で、代表的サウンドというとこれ。これファンタジアっていう音なんだけど、これよく聞いたことありますよね、このね。私もねコマーシャルとかねいろんなプロジェクトでねこの音色はもう使いまくった覚えがありますね。もう例えばこういうハープ、エフェクターが気持ちいいでしょ、このふわーっていうこの空間のね感じがね、とかストリングス、このストリングスも俺好きでね、生にも聞こえるしシンセサイザーにも聞こえるしというね、当時も絶賛を浴びたねストリングスですね。素晴らしい。このホーンの音もいいね。これねこの手のシャープなサウンドってなかなかアナログシンセでは出なかったんだよ。そこが、この D50 で出た、ね、初期波形のアナログ、初期波形のブラスのね、サンプリングで聴いてるんですね。この辺のボイス系のサウンドも非常に良かったね。オルガンも良かった。ね、いい音してるでしょ。あとねこれこれも D50、ね、いろんな音がもう後から次へと出てくる。まさにこれも D50 のね代表的なサウンドの一つだね。ね、4つのサウンド組み合わせられるんで、これ LP、 で上がフルート、というような音とかね。ストリングスとブラスセクションが混ざってるのとか、これも良かったな。このアコースティック感のあるこのギターサウンドに聞こえるんだけども、バックにこうシンセのねふわっとした音があって、く使った覚えがありますよ。ね、いい感じの音でございますね。とかね、こういうサウンドエフェクト。今でも十分使えるね、このサウンドエフェクトはね、素晴らしい。とかね、この音もよく使ったな、これ。これ OK コラールってことなんだけど、このね、声のような声もあるし、ブラス感のあるよね、はーっていう音もあるし、ここも絶妙でしたね。もう今までのアナログシステムで出なかったし、逆に DX みたいなフルデジタルの FM でも出なかったの、この手のサウンド。そういう面でね、非常に使い手のあったものですね。というように非常にいい音が出るものでございますね。皆さん D50 もね、ぜひ注目ということで。